あとは、松崎先生に聞くのが一番いいと思います。はい。あ、そうそう。松崎先生の本がありますから せっかく松崎先生が今いらっしゃるなら、ちょっと、はい。松崎先生の本も紹介しておきますけど、松崎先生の身体疾患の本ですね。松崎先生に聞くってどこに聞けばって、いや、松崎先生コメント欄にいるかなと思ったんですけど、もう帰っちゃいましたかね。帰っちゃったなら、まあ残念って感じですね。はい。主治医の先生に聞きましょう、じゃあ。はい。YouTube じゃなくてね。これ松崎先生の簡約の本ですね。モリソン先生のルールアウトって身体疾患です。こういうね。はい、宣伝もしました。はい。皆さんちゃんと言っといてくださいね、松崎先生に。増田はちゃんとやってますよって。はい。自分の本の宣伝よりも松崎先生の本を先に紹介しましたよと言ってくださいね。はい。じゃあ次行きましょうか。ですね。